大丈夫かこの車。何がですか。遅いよ遅い。もうちょい静かにゆっくり。着きましたよ。今日人が少ない気がしませんか。あ、アッコとガムはお見舞い。アッコのお姉さんの。その日エリアルベースに一人の男がやってきた。ガード艦太平洋部隊のヒーローです。チームコマンダー石室です。久しぶりだなヒーロー君。噂には聞いてましたが素晴らしい基地です。ここが空の上だとはまだ信じられません。早速だが要件を聞こうか。これは以前からの観測でこの湖の地下1500メートルの地点に怪獣が眠っていることが判明しています。コードネームはティグリス。そうです。我々は明後日ティグリスに対し地底貫通弾による攻撃を実施します。地底貫通弾はかつて国際条約で戦争での使用を禁止されていた大量破壊兵器だ。たとえ怪獣相手に使うとしても無神経にそれを使うことは私は好まない。千葉参謀、怪獣はいつ目覚めるか分かりません。地底貫通弾は地下にいる怪獣に致命傷を与える唯一の兵器です。しかし環境汚染や地殻破壊などの悪影響も報告されている。環境が守られてもそこに住む人間が安全でなくては意味がない。これは決定事項です。シグには万が一の時に備えてバックアップをお願いしたい。ここまで来たんだからもう覚悟は決めてくださいね。覚悟ってお前が無理やり連れてきたんだろう。はい、これ持って。苦手なんだよこういうの。しょうがないな、僕は外で待ってますから。はいはい。ちょ待って。おいどうぞ。ああ、あの、ご無沙汰してます。あれ部屋にいたんじゃ。私がいたらあんたが梶尾さんを連れてきた意味がないでしょ。そうだけど、いいの。いいの、自分が決めたんだから。でもガム、見てこの晴れ渡った空を。まるで私の心のようだわ。曇ってきたみたいだよ。お元気そうで安心しました。髪の毛が傷んじゃって。本当はもうこんなところにいる必要がないくらいいいんです。
亡くなった旦那さんって確かパイロットだったよね。いいのよそんなこと。あ、来た。こうしてあの花を見ているとどんどん元気になっていくのがわかるんです。花が一つ咲くたびに力が湧いてくるんです。花がですか。うまく言えないんですけど、自然っていうのは命を分かち合って生きているんだなって感じるんです。変ですか。いえ。カジオさん、どうして私たちが隠れなくちゃいけないの。アツコ、しっかりしてますか。ええ。そっか、よかった。ガム。コマンダー、ヒイラギ君をどうも。意志の強い男ですね。アリゾナのスコッツデールで怪獣と戦ったガードアメリカの地上部隊が全滅したのを覚えてるかね。はい。彼はその部隊の指揮を取っていたんだ。自分の部隊を失った辛さはわかるが、美しい景色だ。こんなところにいるから地上の人間の痛みがわからなくなる。ガードはツムラ湖の地下に潜む怪獣に対し地底貫通弾による攻撃を決定しました。ミサイルは明日の午後発射される予定です。何をしたわけでもない。地底に眠っているだけの怪獣にミサイルを撃ち込む、そんなことが許されるはずがない。藤宮、地底に眠っていた怪獣たちを呼び起こし、結果的に地底貫通弾を使わせたのは俺だ。しかしそれは、そうしていなければたくさんの人間が死んでいた。俺は救われたと思っていた。だが今は違う。地球に向けた刃はいつか必ず人間自身に跳ね返る。そうかもしれない。俺は腕ずくでも地底貫通弾の発射を止める。藤宮、俺は俺のやり方でやる。お前は自分にできることを考えろ。柊木准将、地底貫通弾の使用を思いとどまっていただけませんか。千葉参謀から何か。部下を失う辛さは自分も分かるつもりです。失ったのは私の部下だけではないんです。あの、それは。あ、これ地層を見ているんです。地層。風水学上の土地の吉凶です。あの、シグの方ですよね。あ、すいません、高山ガムと言います。私、黒田めぐみと言います。風水を勉強しているものです。あの、一度お会いしたことがありませんか。いや、気のせいだと思います。ゆうべニュースを見て気になって調べに来たんです。ちょうど仕事が休みで。見てください、ここは小さいですが理想的な地形です。一帯の流脈は玄武町を経て明洞を潤し水朱雀に至ります。珠山は権、
これを火器で刺激することは過酷号の総国にあたって、どういうことですか。ここにいる怪獣は膨大な大地のエネルギーに守られています。ミサイルにどれだけの効果があるか。怪獣は死なない？自信はないんですが。確証はありません。しかし可能性がある以上危険を犯すわけには。私の権限で避難指定地域を津村町全域に拡大しよう。それが今できる精一杯のことだ。レンバー、はいはい、外線2番。ああ、はい、すいません。はい、もしもし、井上です。はい、黒田さん。ああ、めぐみさん。よろしくお願いします。黒田さん、テレビ局が避難するように呼びかけてくれるそうです。え、テレビ局。ええ。リンブン、いい加減にしろよ。それでもし何も起こらなかったらお前の首だけじゃ済まねえんだろ。何も起こらないわけないです。あのめぐみさんが言うんですから。確かにめぐみさんは不思議な人だけど。うるさいな、あんた黙ってよ。お前もうるさいんだよ。あの人は風水つったって自分の趣味でやってる程度で。浜田さんは何も知らないだけです。あのめぐみさんの素晴らしさを。ねえ、俺はよく知ってるの。え、ちょっと、田村さん、これ何知ってるの。まさかそういうんじゃないですよね。田村さん、なんだよ。ガード候補から緊急通達、津村町全域に緊急避難勧告だって。チームライトニング出動。津村町上空を警戒せよ。オールチェックグリーン。ファイター1スタンディングバイ。ファイター2スタンディングバイ。ファイター3スタンディングバイ。チームライトニングシュー。高山さん、以前水の家の竜が東京に現れた時どうされてました？現場にいました。水の家の竜は人間が作った町を見ていました。おそらく私たちにやり直すチャンスをくれたんだと思うんです。人間さえその気になれば。でも今人間は自らそのチャンスを投げ出そうとしているのかもしれません。予定通り5分後に指定貫通弾を発射する。総員配置につけ。誰だ。ここは関係者以外立ち。あなたが作戦の責任者か。ヒイラギだ。君は確か藤宮博也。あなたを危険な目に遭わせるわけにはいかない。この中にいれば安全です。ファル、機体外部に異常感知したら緊急離陸。その後指示があるまで上空で待機。わかりました、ガン。あなたは。僕にはやるべきことがあります。それを教えてくれたのは。与えられたチャンスを逃してはいけない。これ以上地球に傷を負わすな。こんなことを繰り返しているうちに世界は滅ぶ。テロリストに指図される覚えはない。自分たちだけが生き残るために他のものを滅ぼすことは人間のおごりだ。
私はたくさんの人たちが怪獣の犠牲になって虚しく死んでいくのを見てきた。怪獣は滅ぼさなくてはいけない。その装置から手を離せ。すでにたくさんの人たちが怪獣によって命を失ってるんだ。その人たちに対してお前はどう責任を取る？私はこれ以上の犠牲は出させない。人類のために。そんな。地底貫通弾発射されました。目標に向かって推進中。人も怪獣も地球から生まれたのに。命中まであと5秒。目標に命中。効果を確認中。異常振動を感知、ファイター EX 離陸します。え、あ、ちょっと。地底より急上昇してくる物体があります。何？避難状況は？報告では 70% と。バカな。地底貫通弾が効かないなんて。総員シェルターに退避。なんとか怪獣を食い止めろ。ライトニングは間に合いません。くそ。どうしてこうなってしまったんだ。それでも僕にできることがあるっていうのか。ガイアー！なんて姿だ。怪獣を町に向かわせるな。まだ避難が終わってない。ダイヤ、もういいわ。その怪獣はもう。怪獣が地底貫通弾の管制室に向かいます。奴は知っているのか、自分の敵を。人間はただお前たちに怯えるだけではない。二次防衛システム作動。
中が管制室の目前です。お前には聞こえないのか、あの大地の叫びが。怪獣だ。怪獣の生命反応が消えました。被害は最小限に食い止められたが、任務終了、帰投する。ガイア、怪獣を地底に戻してやれ。怪獣は滅ぼさなくてはならない。人類のために。僕は何もできませんでした。チャンスはまだあります。きっと大地に住む者たちと共に生きていける方法は必ずあるはずです。私たちはまだ諦めてはいけない。土沼に近づく者に起こる怪事件、妖怪が住むという沼に隠された秘密とは。次回ウルトラマンガイア、悲しみの沼。